アーラ・ボリソブ・ナプガチョワは、ロシアの女性歌手。娘のクリスティーナ・オルバカイテも歌手である。1965年に初めて歌い始めてから、今日に至る。ソビエト連邦時代、公式筋の高い評価と、大衆からの人気をも両立させた歌手として、その人気を不動のものにし、今でも旧ソ連諸国で高い人気を誇っている。ブリタニカ百科事典によれば、 プガチョワは2億5000万枚のレコードを売り上げたとされる。ソビエト連邦の崩壊直前の1991年に最後のソ連人民芸術家に選ばれた。健康上の理由から2009年の60歳の誕生日をもって歌手として活動から引退することを表明した。同日、メドベージェフ大統領より訓三道祖国功労賞を授与された。日本では 100万本のバラの歌手として知られており、この歌は、加藤時子の歌う日本語版として1983年にリリースされた。5度の結婚歴があり、現在の夫である27歳年下で、人気司会者のマクシム・ガルキン氏とは2011年に結婚した。二人の間には、代理母出産で2013年9月18日に、生まれた男女の双子の子供がいる。一方、 プガチョア自身には2013年現在すでに3人の孫がいるという、ありがとうございます。